ちょこんにちは。やりましたね。なんかさ、もうなんか嬉しさが先走ってますけど。いや、ね、センスいいな。もう ね、他でもない。この動画を撮ったのは、はい、もう筒香選手がね、うん、素晴らしいホームランで逆転をしまして、DeNA がたった今勝ちましたが、はい、まあ速報ということで。もうどうしてもね、この今の。このね、なんていうの、ね、雰囲気と気持ちをね、はい、残しておきたいというのとね、まあそうだね、伝えたいという、ね、伝えたいこともあるんだよね。まあね、まあ豊さんにとってはね、筒香選手ってあのまあね、教えじゃないや、コーチ時代にね、まあ一緒にね、一緒にやってるしね、あ、同じ釜の飯を食ったってよく言うけども、ちょっと特別な感情もあると思うんで、まあまあそれはあるね、うん、でファームの試合も見てて、あ、状態あんまり上がってこないなっていうふうに、んちょっと感じていて、うん、でもああいう選手は、うん、やっぱ環境が変われば、気持ちが入れば、緊張感が増せば、なんかこうやってくれそうな、そういうこともあるんじゃないのかなっていうふうに、まあ今日の日を待ってたけどね。まあそうですね、うん、まあ、そういうこともありながら、今日まあいきなり一軍に合流というかことで、5月6日なるっていうのをもうね、あのメディアの方でね、まあ、発表のやつだよね、あってからもう今日スタメンだったじゃないですか。まあああいう選手はやっぱスタメンで使うしかないし、うん、ベンチに置いとくような選手じゃないしね。でこのまあね、今日のそのね、スタメンになり、うん、まず今日打席4打席あったと思うんですけど、まあそうだね、どうでしたか、そのホームランに行くまでの4打席、まずやっぱり1打席の雰囲気を見た時には、うん、まあちょっと緊張感あるなっていう風な、うんうん、まあ、感じでは見てたんだけども、まあだけどこう落ち着いてたなっていうね、うん、そのストライクボールをこうしっかりストライクゾーンを確認するための1打席目にしてんのかなっていうぐらい、なるほど、なんかすごく落ち着いてたし、まあ審判の方にもあの今のはいっぱいとか、うん、まあそういうのはちょっとチェックしてたからね、うん、まあ非常にやっぱ落ち着いてんなと思って、ね、だから1打席目は1球も振らずにフォアボールになったんだよね。そうなんですよね、あの、うん、ちょっと少しああスイング見たかったなみたいな気持ちはあったんですけど、だからあのもう少しかかっていくかなっていうふうに思ってたんだけども、うんうん、あのやっぱ冷静にね、まあ、そこら辺はこう自分がどうすれば状態が上がっていくかとか、自分がどうすれば落ち着けるかっていうことをしっかり分かってたよね、うん、だから初球からも手出してないし、うん、でやっぱねバッターって初球から手出しておくと次の打席初球から打てない時があるんだよね、うん、なかなかね、だからそういう意味ではすごくいい1打席目だったと思うんだよ。まあ多分ね、こうこの今日のね、あの DeNA に戻ってきて、はい、初めての打席、一軍での打席って、うん、多分周りの人も、うん、ファンの方も、うん、もちろん本人も、うん、みんながこう一番意識するというか緊張するというか、まあまあもちろんそうだよね、そういう打席だと思うんですけど、うん、そこもこうフォアボール、うん、うまくこう見ていったっていうのは、うん、さすがだなっていうところですか。まあまあ試合経験もたくさんあるしさ、うん、まあ新人ルーキーでもないし、うん、だからそこら辺は大事な場面でもないしね、うん、だから、ね、じっくり自分の打席の前で入れたということ、じゃあ逆に良かったのかな、まあ良かったかな、あの、ね、あの場面的にもね、うん、まあまあそうだね、うん、でもそれはね、なんかこう決めてたような打席だったね。なるほどなるほど、うん、これがチャンスでさ、うん、チャンスでさ、うん、まあ例えばノーアウト満塁だとか、うん、そういうところで回ってきたらさこう仕留めに行こうとはしたと思うけども、はい、まあ、そういう場面じゃなかったっていうこともまあ幸いしたよね、はい、でまあ2打席目は外野フライだったんですね。外野フライ、センターフライね、うんうんうん、まあまあいい感じで、うん、あの強引に行くんではなくて、たまに逆らわずにセンターのきっちり打っていったっていうね、うんうん、まあ基本的にはそのなんていうの、大きいのを狙ってやろうとかいう色気もないし、うんうん、だからなんかセンターのきっちり返してやるっていうような、うん、いや本当になんかこう基本通りのバッティングを2打席目はしたなっていうような感じがしたんだよね。なるほど、あ、なかなかあの順調に2打席目は来てるなという、なるほど、そういう感じだったね、まあ、そういう感じだったね、うんうん、で3打席目に初ヒット、まあそうだね、うん、ちょっと左中間寄りねのセンター寄り、うん、
のフェンス直撃を打ったけどもさ、はいはい、一瞬あれと思うようなね、あれね、もうちょっと状態が上がったらあれも確実に入ってるよ。やっぱそうですか。やっぱ力あるな、ね、だけど昔から比べるとちょっと落ちたのかなっていうような感じもするけども、うん、見た感じもちょっとほっそりというか、そうやな、スマートになったようなね、うん、印象はありますけど、まあだけどこれがキレが出てきたりだとか、うん、もう少し体の張りが出てきたら、うん、あれも入っていくのかなっていうような感じがするよね。だから、あ、つつぼらしいバッティング、あ、健在やんっていうふうに思った、思ったのが3打席目。そう、うん、で、で、いよいよ4打席目だよね。チャンスで回ってきましたよ。まあ塩見のタイムリーで、点差が開いたんだよね、その前にね。だから、あ、これちょっと今日はあんまり悪いかなっていうふうに見てたら、 DeNA のね、あ、まあ海老名がヒットに出て、はい、佐野が返す、うん、で、牧三振、うん、宮崎がやっぱいいバッターだなやっぱ選んで回すもん、うん、うん、際どいところも、ね、あるからこのホームランがあったっていうことね。いや、そうそうそう、宮崎が演出したと言ってもいいと思うんだけども、で、迎えた時にコーチが出ていくんだよね、うん、向こうの、うん、あの、ヤクルトの、ヤクルトのね、うん、で、やっぱこう一泊置くのと筒香の攻め方っていうのがどういうものなのかっていうのを多分、うん、言ったと思うんだよ。なるほど。な、だ、なん、まあ、おそらく想像は、やっぱこう変化球打つのはうまいよと、はい、いうことなんで、まあ早い、攻めるんだったらインサイドの速い球で攻めろっていうような、そういうことだったのかなっていうふうな感じはしたけどもね、はい、だけど、まあ、そのまっすぐを待って仕留めたね。もうそれはでも読めてたかのようですね、そしたらまあ読めてたっていうか、ああいう場面で気持ちはフラットだったと思うんだよ、うん、いや、来るものに対して素直に反応できればいいっていうふうに、なるほど。ただやっぱりあの強気に来るだろうなっていう、まあ感銘たものっていうのはあったと思うんだよね、うん、それをやっぱ見事に捉えたよね、びっくりしたわ。いや、ここでホームラン打てばかっこいいのになって、絵になんねんのになとか思ってたんだけど、もうね、ほんとみんな思ったけど、うん、まさかそれを答え合わせでボンってホームランをね、うん、打ってくれる筒香選手すごいですね。まあそうだな、まあ、率直にもう打った瞬間の気持ちってどんな感じですか。俺、うん、いや、やったと思ったよ。あ、やっぱり持ってる男だなっていうふうに、うん、まあちょっと思ったけどもね、うん、嬉しかったですか、うん、やっぱり横浜スタジアムがよく似合うし、うん、なんか横浜スタジアムで何本も彼のホームラン見てきたし、そうですよね、で、打った瞬間に、うん、あ、この角度でこのスイングだったら行ったなと思ったなるほど、あ、やっぱすごいなというふうに思ったのと、うん、やっぱ、ま、もう瞬時に思ったのは、あ、これで牧と宮崎の負担が軽減されると、うん、なるほど、3等分できると、そこですね、今までは半分半分で2人が打たないと負けるとか、うん、まあ、そういうことがあったけども、これがやっぱ筒香が後ろにいてくれて背中を押してくれるようなことになってくると、この3人が行き出すかなっていうふうにすぐ思ったね、うんうん、ねえ、もうベンチもね、みんなが本当に嬉しくて、いや、みんなが願ったことは、うん、あそこでホームランで飾らせてあげたいっていう、俺、引き寄せの法則もあったんじゃないかと思うよ。そうですかね。これが神宮で打てたかというと、まあそうですね、うん、やっぱファンの圧倒的なヤクルトファンも多いし、うん、でも横浜スタジアムのファンがあそこでね、筒香にホームラン打たせてやりたい、筒香のホームランが見たいっていう願った人がどれだけいたかということだよ、うん、だからその引き寄せの法則って本にもなるぐらい、思ったことは現実化するっていうようなさ、思考は現実化するね、そういうことがなんかまさしく起きたような、そんな感じがしてならないんだよね。ねえ、またね、うん、本当横浜スタジアムでっていうのがまたね、まあそうだな、本当に素晴らしいホームランですよね、うん、どうですか、あのアメリカに行く前の筒香選手が戻ってきたっていうような感じなのか、はい、またなんか新しい筒香選手みたいな印象なのか。じゃあプレーとか、うん、あのグラウンドに立ってる所作とかは変わってないね、うん、ただ、うん、内面はすごく大人になって帰ってきた、うん、やっぱヒーローインタビューでもすごく落ち着いてるし、うん、あの
なんていうのかな、自分の気持ちをこう冷静に抑えることができているというか、まあ昔からそういうところはあったんだけども、だから一打によってバーとか暴れるような、うわーとかそういうことじゃない、やっぱこう平静を保つというかさ、まあ俺が打っておかしいかっていうぐらいの、感じの男だったから、まあそれプラスなんかすごく落ち着きが出てきてるなというね。そういう意味では最初のヒットを打った時のやっぱ思わず溢れた笑みが本当にほっとしたというか、嬉しそうな顔が見えて、でまたホームランの後のこう突き上げた拳、もうこれも本当に帰ってきたなって、帰ってきたとは思えなかったんだよ、もうね、あ、前々からいたんじゃないかっていうぐらい普通だったんだよね確かにね、だから本当に横浜スタジアムが似合うし、なんかファンの期待に応えたし、なんかもう今日は言うことなしだな。本当ね。まあ、ただね、明日は疲れてると思うよ、起きたら。体バリバリになってると思うよ。そこがね、なんていうの、頑張り時ですかね。まあまあ、だからそうやって張りを作りながら、ね、まあ状態ももっと上がっていくだろうし、まあ、欲を言えば、あのスイングをして、フェンスは越えたけど、え、筒子あそこまでしか飛ばなくなったのかって言いたいよ。いやそれ冗談持っていくでしょその球だったら、っていうようなことが変えると返ってくると、まあ、より本物だなと思うよね。なるほど。でもあそこでもう本当に筒子には思ってほしいのは、やっぱみんなが願ってたっていうことが実現させたというのは筒子の力かもわからないけども、でもファンの願いがね、やっぱ通じたということも、覚えておいてほしいなって思うな。ねえ、やっぱ引き寄せの法則だよ。ねえ、でも見事に初球振り抜いたね。早く目の前で見たいですよね、豊さんね。すごいな、ちょっと会って話をしたいね。ほんとね、なんか言ってたんですよね、そうそう、いやいや、まだファームにいるようだったら会いに行こうと思ってたんだけどさ、お母さんに行けばっていう話をしていてね。そうだな。そしたらもう一軍でこう華々しくね、一軍戦デビューしちゃったから、まあそうだね、まあ本当に良かったわ、まあ本人が一番ね、まあ期待も自分にしてたと思うし心配もしてたと思うけども、なんかそれがね、まあ、一発回答でこういういいい結果になってね、本当にいいスタートを切れたと思うし、まあ横浜がねちょっとモヤモヤしたような戦い方をしてる中で、まあ筒子が帰ってきてチームをね鼓舞できたっていうのは、まあ、素晴らしい、なんかこっからだな DeNA がスタートするのは、だからまた違ったDeNA チームにね、まあ、筒子が変えてってほしいし、なんかこう優勝争いをねやっぱしてほしいなっていうふうに思いましたね。え、今シーズンね、ここから目が離せなくなりましたね。まあそうだね、まあとりあえずはね、もう本当におめでとう、お帰りね、もう本当に素晴らしいものを見せていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。